えっとジャニーズですね、ねなかなか理解できないのは、うん、これあの、電波利権だって。 っていうとこれはの問題さんは、今回、すでにいろんな方が、最近ね、ようやく YouTube の方でも、われわれも結構早くやってたつもりだったんですけど、結構いろんな方が今、このジャニーズの性被害のね、性加害の実態を動画にされているのを見て、僕も結構、ほかの方のやつ見たりとか、あとカウアンさんとかオ青汁王子とかいう人と対談してるやつとか、結構見てるんですけど、僕自身は今回、 何がやっぱり衝撃的だ,か、うん、だったかというとですね、先週の日曜日ですね、はい、情報番朝の情報番組で、あの東山、うん、はい東ですよ、あの少年隊の彼がですねで、朝の報道番組ニュース番組の司会者やってますね。はい、でその中で、えー、まああの今回こういうコメントを出してます、うん、まあ、まずタイトルで言うと、はい、ジャニーズ少年 の少年への性的虐待をメディアに規制をかけていたというんじゃないかとやはりテレビとジャニーズ事務所は結託しているという話なんですけど、はい、これ、まあえー、どういうあり方でじゃあこの写真を出してください,、はいはい、こういうふうに発言してるんですよね、はい、番組出て。テレ朝の朝のサンデーライブという、こういう発言をしておりました、はい、今回。今もうにに入ってるっててるとこなっ でいいんですかね理解としてはいやちょっとわからないですそうですね一応んかジャニーズ事務所はそうマッチがいなくなってますでジャニーズ事務所はい一番年長者で、はい、これこういうことをこのテレビで言っておりました、うん、この件に関しましては最年長である私が最初に口を開くべきだと思い 後輩たちには極力待ってもらいましたっていう発言をしてるんですけど、はい、僕はこれあの報道で流れてきた時にびっくりして、はい、あ何自分で報道規制かけてたのっていうかこれってテレビと結託してほらその前の櫻井翔の発言あったじゃないですかあれを抑えてたのっていうところまで見えてきて、ね、ちょっと恐ろしくなったんですよ。こ <laughs> こういういいとじゃないですかメディアテレビ局は 本来、メディア側の独自の方針を決めて、まあ、自分たちの方針でこれ報道する、報道しないと選択の自由があるわけですよね。なんですけどジャニーズ事務所はこれ今回分かったのがです、ねはい、メディア側に独自の見解で報道させるっていうのを、まあ、特に「このサンデー毎日」でしたっけ「はい、サンデーライブ」の方ではそれも前他の,、まあのね、テレビのも含めて、うん、ジャニーズタレント自身にさせないっていうことをしてたわけですね。うん でつまりおそらくジャニーズ事務所はここの,右,の方に右下の方に行って、待てよと、この件を私が言いますと、おそらく言ったんでしょうね、東は。まあ言ったか、ジャニーズ事務所で決定したんでしょう。なるほどね、なるほど、ね、で分かるほど、なるど。だからもともと、キャスター、うん、順番から言えば、キャスターやってる櫻井翔君の番組、はい「ニニュースゼロニューーススゼゼロロ<は>先にジーズのあの社長の、うん 謝罪会見があった後先にニュースゼロが来たわけですら、ねはい、そこで本来言わなきゃいけなかったんだけどそれを要するに止めてましたっていうことなんですよ <laughs> 桜井翔がコメントしなかったのは、うん、実は僕のせいでもあるっていうふうに間接的に東は言ってるってことですねまあそうですだから本来テレビ局は自分たちがこれやりたかったやりたいっていうふうにやって番組をどういうふうに作るかっていうのは、うん、え報道の自由があったわけですよそれをジャニーズ事務所に言われて、うん それを自分たちが報じたいことをねじ曲げて櫻井翔に喋らせないようにしてそれで東山が喋るまで順番をだから、要はテレビ局とか番組とか報道の意向とか時間順を超えて東山が来るまではジャニーズ事務所の人間に喋らせないということをまあやっていけたという。 ことなんですよこれ結構恐ろしいことじゃないかという,ふうに思ったらです、ね、です案の定、ですよ今回ですね僕もいろいろ約ですね、うん、海外からではなくて、うん、日本の国内にいる。 外国人記者っていいるじゃないですか、うんはい、日本の英字新聞にジャパンタイムズとか、うん、あのそっちなんですけど、はい、そこらの人たちがやっぱり今回コラム書いてましてですね、うんえー、今のところ僕2本読みました大体、うんまあ、言ってること,と同じでこれメディアの癒着構造というか、うん、システムになってるって話をしてますよはいはい構造になってるっていうところですね、はい、つ,つ,つまりあのジャニーズというとんでもないその構築された権力システム をすするものがやっっぱり言ってますでどういう言葉を使っているかというとジャニーズ事務所は20世紀型の企業だと、はい、要するにものすごく、まあ、大量消費というか一極集中で大量消費してた時代の、うんえー、かなり独占状態を使ってゲートキーパーをしているっていうことを言ってるんですよ。うん えー、戦略形用語ではないんですけど、ここではあの一応ゲートキーバー、まあ、一応、門番ということになりますかね、うん、あの情報統制を敷いてるっていうのを事務所側がしてるっていう。これは非常に今の え時代のですね二十世紀もう二十今二十一世紀ですけどそれ昔のすごい昭和のやり方だろうっていうところをですね非常にやっぱりあの非常に問題あるよねということで批判しておりますこれあの、はい、安倍さんと、うんえー、中川昭一とかが NHK に圧力かけたとかって話とかが出た時あったんですけどはい、はい、あの時ものすごい問題になりました、ね、そうだから要は今 本当はテレビとか新聞とかのメディアは、うんうん、ジャニーズ事務所がテレビに介入してたんじゃないのっていう、報道規制してたんじゃないのっていうのを、大騒ぎしなきゃおかしいっす、ね、でも,もうもう、だって権力ですからね、うん、それ二つ、まあ、自分たちがもう、結局結核しちゃってるんで、はい、あの大騒ぎもしないんですけど、はい、結局、自分たちで、本来はテレビ局ってのは独自の。 えー、報道機関だから、はいえー、独自性があって、報じたい方向性で進めることができるんだけど、うん、それを、まあ、結局、ジャニーズ事務所が嫌だって言ったら、うん、それは、だから、櫻井翔にもさ喋らせないし、はいはい、東山が言うまではやめようぜ、うん、ということを、<laughs> 局が勧誘を受けてたのを甘んじて受けてたんじゃないのというふうにしか思えない。 ととこを東山さんが言ったすごい問題発言だと思いますけどね、そこからいろんなこと分かるじゃないですか、そのほかやっぱり外国人記者の方ですか、やっぱり言ってるのは、ですねやっぱり今回の問題の発展としては、一種の外圧的な形、つまり外国人記者クラブが有楽町にあるじゃないですか、僕も2、3回行ったことありますけど、あそこの四十何階にあるのかな、上の方うに、あそこでやっぱり扱われないと、日本のメディアではカウアンさんですね。 カウアンさんみたいな人が出てきてあそこで発表しないとやっぱりあの日本のメディア側が。 やっぱ動かなかなった、うんまあ、BBC ももちろんすあります、ね、そうですよ、はい。うん、でそれと似たような例が2つあるってやっぱこう言ってるんですよ、はい、1>, 1つ目が日本相撲協会の汚職というかです、ね、まあ、八百長事件、これもやはり、あのやっぱりニューヨーク庁の,の外国人記者クラブで扱われたことによって、結構その、まあ、大々的に報告さ,、はい、報告されたの、1点目、うん、それと、まあ、今回の、まあ、前からこれは他にもありましたけど、オリンピックの汚職ですね、この案件もやっぱり外国人記者クラブというところで注目されたところによって、 海外からまあちょっとひ火がついて、ちょっと外圧的に流れ、うん、問題として流れ込んできたっていうところあるんじゃないかな、はい、ということです、うん、まあ今、とにかく言えるのは、ですね次のステージ、もうこれ、社会的な生産とか処罰はどうするかっていう方に、多分議論、うん、これから本質的な議論っていうのは移行しなきゃいけないと思っていってほしいんですけど、どうなるかどうかですね、これ、本当にどうですか、あのジャニーズ、やっぱ強いっすよ。で でも、ほら今回和田さんもこれ言ってましたけどクローズアップ現代取り上げましたよちょっとやりました7時半からのやつであれをやったということはですよ NHK 側としては問題だというふうに認識してるんで「紅白歌合せ年末来るじゃないですかそれかあれがどう扱う番組編成9月にあるわけですから今ジャニーズがもうとにかく出まくってるわけですよ NHK あもう出てるかもう基本さ本当は民放 NHK 含めてジャニーズずっと出てますから、ね、民放はまだ強いですよね、特に日テレとかあたりは、ドラマーとかも全部そう,ですそうなんですよ、うん、そこがだからどうこれも変わってくるのかっていうところですよねそれをどういうふうに切るかと、はい、あとねもう一つね、うん、やっぱりあの僕は指摘しとかなきゃいけないのはこれかなと思ってます、うん、えまあちょっとこれは僕の,あのちょっとテクノロジー系の話になるんですけど、アルビン・トフラーのこれ第三の波、はい、僕、ちょっと読み返したんですよ。うんはい、あそしたらですね あのこれ70年代、80年代の本ですけど、うん、読み返していまだにこれやっぱ当たってるなと思ってるのがアルビント・フラン第3波って何ですかっていうとこの人、えー、未来学者としてとその当時80年代にすごくもてはやされて、はい、日本でも翻訳が第3波いっぱい出て、うん、有名になった方なんですけど、はい、この方、えー、今後の未来は、えー、今、うん、世界は第3波に来ていると。 第一の波は農業革命、はい、第二の波は産業革命、大量消費の時代。うんはい、で、この産業化時代っていうのは終わりを告げつつあって、70年代から始まったのが情報化時代だって言ってるんですよ。はい、で、情報化時代のこのあの波って何かっていうと、こういうふうに概念が 皆さんが見てて、この左から右の方に変わりつつあるっていうこと言ってるんですよ。はい、で、確かに産業化時代って、専門家で集中化して、極大化して、企画化みたいなこところあったじゃないですか。はいうん、で、われわれもなんとなくそれはわかりますよね。はい、ところが、今は情報化時代になってくると、これはおそらく非企画化。だからみんないろんな情報がいっぱい出てきてくる。で、えー、専門化してたものがアマチュア化するんだと。はいまあ、YouTube とかそうですよね。うん、そうですよね。<Twitter で S 1> はい 発言するとかもそうですよ、ね、今までは有名な人たちが本を書いたりとか、えー、テレビに出て、うん、あの発言するだけだったんですけど、はい、全くの素人がデビューできるようになったのが YouTube、ねはい、それから Twitter でも有名になったとかいますしブログでねあのまあ 情報発信するとか、そういう意味では、こういう6原則って彼は出してるんですけど、うん、この原則のうちの、まあ、いくつか、特に今回は、このジャニーズ案件でやっぱ出てくるのは、うん、専門家してたところがアマチュア化して、うん、集中化してたのが分散化って、この流れの中の構造の中で、今回のやっぱりジャニーズ問題っていうのが、最終的には出てきたのかなと、海がやっぱりその産業化時代の遅れた社会構造の中で育まれてきた文化みたいなものが、今回、破壊されて。うんはい やっぱり SNS が、まあ、和田さんはちょっとどう言うか分かんないですけど、うん、僕はやっぱり SNS の後押しって結構強かったと思うんですうね、はい、だからやっぱりジャニーズを、ね、<え>やっぱ無風にしてたわけですよそうです、ね、テレビと新聞が黙ればもう世の中になかったことにできてたんですけど、うん、<laughs> それが今 SN、SNS と YouTube とか始、ね、はじ、い、め、ねはい、ろんなものでジャニーズの今までやってきた犯罪的な、ねねはい、行為が。 表に出てると。そうすると、集中化というか、分散化するんで、情報源っていうのはいろいろ、そうすると、あの大手の事務所っていうのは逆に生き残れないような時代にもなってきたのかなと、これ、本当にね、ぶっ潰さなきゃいけないんですけどね、テレビのこの電波利権いい。いや、社会的生産本当、どうするんですかね、処罰っていうところを、しないで、なーなあでいくんですかね、このまま。はい、それはいけないと思いますけど、許しちゃいかんと思いますけどね。